はいあっ、岩山坂チャンネル、週刊ウニュです。よろしくお願いします。えー、お相手はいつもの。はい、三好でございます。よろしくお願いします。ますではこう、今日はですね、ええー、と、そうですね、ひし形がリングになるムービーを作ったんですけど、それを見ながら振り返りということで、よろしくお願いします。はい。じゃあ、画面共有します。 そう、そうね、なかなかこの、この、あそうですね、そこの、ひじ型がこうちっちゃくなったとき、どう入れ替わるとかが分かりやすいといいなということで、赤い色をつけてみた、うん、これでだいぶ分かりやすいですね。そうですね。他の黄色も同じように変換してるんですけどね、あそこのごちゃごちゃしたところは赤い色が。突き抜けて、あ,あ、これなかなかあの、なんかこう。 歯医者の待合室にあるオブジェみたいな感じで <laughs> よくわかんないけどあの、なんか油の中に水があって、上に行ったり下に行ったりありますけど。でこ、これでこの内側にもう一個はめると、たぶん動きが、はい、動きのスピード違いますよね、そうですね。す今はこれは何が一定なんでしょうかこれは、あの、角度が一定ですね。 あ角度の変化が一定。えっと、型の、詩型を止めといた時の角度が一定なので、つまり、はいはい、うんと、一辺を見てると、時計みたいにくるくる、一定間隔で回ってる感じになります。うんうん、あ、その詩型を右側とかに出しとく手もあったんですけど、まあまあ。あ,あ、まあまあ。 という感じですね。なるほど。そっか。中のやつは、一番中のやつは倍速ぐらいでいくのかなああ<ー>、もスピードですか。うん。倍速。わからないけど。あ<ー>け計算しないない雰囲気。囲気だって、うん、端っこは0になっちゃうのでね。きっとね、スピード。あーかなあ でだから、サインとかコサインとかのあの感じですよね。あの感じですか。あの感じかなあの感じとまた違うか。一枚載ってるかな。一応、まあ、計算すれば多分分かる。わかります。<laughs> <laughs> まあ、多重化したとき、そのスピードをどう設定するかちょっと課題っていうことですねああ、そこの、つまり、うん、白いところの、例えば黄色の隣に、 同じようなひ,じがひし形の輪が描けるけれども、うん、多分スピードが黄色いやつとは違うくなってるよね、なんかこの。だと思います。そしてこの、これつまり赤が、おなんだ、上に行った時かひっくり返って帰ってきてる感じなんですけどね。はい 内側だったものが、外側にひっくり返すのができるかどうかがちょっと分かんなくてね。あのあ<ー>、分かりますうんた、ん<は>、多分で,できると心の中では思ってるんですけど。あ、できますか、ね、<laughs> できる、できてうまくはまれば何この全、全証言をうまくはまりきったりする、えー、違うと思います。あの、十二<う>かけないで、十二かけかな、これ。 あ12ですよね。12角形内で大体閉じると思います。閉じる。うん。外にはそれ以上広がらない。あそう、それは外には行かないんですけどね。うん。行かないんですけども、うん、ちょっとね、そこの内側からその隣にあるやつが外側に回れるかですね。ああ<ー>。アニメーション的にね。これ外側にあってもいいわけ、でょう。 縮んでる時はそうですね。なんですけど、そこがよく分からなくて、まあやってみりゃ分かるのかなあ。確かにでも、なんか条件切り替わるところは、あのー、同じ式使ってると変なことになったりとか、いろいろしますよねいや。そうなんですよね。あ今回もなんか、最初、割とあの、座標、座標、座標はなんで、普通の XY 座標を。 っい,いので計算したらどっかあのは発散っていうかゼロ<ー>割みたいになるところがあってなので全部あの角度はいはい極座標っていうかみたいなのにしたらまあこう綺麗になりましたある年シータでやるやつあの一番外側に行った時なんかこう <laughs> 計算誤差でなんかビロンビロンになってました <laughs> そうですよねなんかまっすぐになっちゃうところとかから あのーまあ、スックになってるところは多分、あら、タンジェントが無限大かな、ゼロかな、<ー>なんかどっちか、なんかになるので。よくあるやつ、ねあ,るえー、あるあるある、伝わりにくいあるあるですよね。<laughs> あ,るあるある、あいや、あるあるですよね。あの、うん、えなんか気持ち円の上で一周してんですけど、X と Y で表現しと。 すんげえ X がどっか行っちゃって、あ、あ<ー>無限大に行っちゃうみたいなありますもんね。あ、うんうん、あ、そうそうですね。はい。はい、まあそんな感じな。<laughs> まあまあ。多重化はまた今後。多重化は私となんかちょっと絞ってね、うん、やるといいのかもしれない、ねま。まず2段目ができるかどうかぐらいの話ですかね。2段目がこの内側から行って外側行ったとき、外側からこう外について戻ってこれるかどうかがちょっと。 そ,ね、そんなにひっくり返れないですよねいやそんなにひっくり返すと全部ひっくり返っちゃうもんね、まあ、中身が、うんうん。中身が全部、でも全部ひっくり返るんだと思って。ただ、そのスピードが、たよりピード外より中がスピード速いとすると、裏返った時のスピードはどうなのとか、いろいろ。そうですよね。だから、黄色は一定にしといてってことになるのかな。うんあはは この隣のやつ、動き、動き的には、スピード的には違いますよね、黄色とネタを。いろいろ課題がるんですけど、課題は、はい、ただし、俺ら喋ってるだけだけど。<laughs> <laughs> また、これは次回またちょっとやるかもということでそうそうね。適当に、あの、ラインとかでこうやって。なんか、この、んつんですか、あの時計の。う,ね、うん。 佐みたいのにいいですよね。時間経過で、これ、十二角形だし、ちょうどいいかもしれないですね。なるほど。うん、なるほど。文字がね。そうそうあ、それもできますね。ええ。できるけど、文字が動いて見づらいっていうね。<laughs> <laughs> すごい余計な時計になります、ねうんああ。そして、そうね、どうやって表すか。あ,あ、あの、 この赤いところが針だと思ってぐるぐる回ってきまた、ね、<laughs> す、ね。あ、そ文字盤は外残しとかだあ。まあまあ、いろいろえ、ね。えあ、でもそれだと分身と、ちょと自信がいるんじゃねな,なか,なかね。だただただ、あの、針と文字は一定で、あの、背景がこう変化してるとか,かあ。ああ、背景がね。あ、そうそうそう。うん、だから、あの、なんか、 そうですね。10秒なりを表すこの行ったり来たりする模様早いな。<laughs> <laughs> あ、だから60秒1回周期とかでもいいのかな。でもそれだと随分呪いかもしれない。<ー>は,いはい。はい。そういうことで、とで今日の振り返りはおしまいにしまして、はえでは、えー、と、チャンネル登録よろしく 高評価もよろしくね。<えっ S 1> また。ってなことで。はい。よろしくお願いします。<laughs>